いつはダメだ。10日と経たずにあの営業だ。三部京介25歳、ハイウェイパトロール隊員、運動神経抜群、天才的な勘の良さで生命の危機を脱出すること56回、ただし少々怠け癖あり。こいつなら6ヶ月は持ちそうだが、命が惜しけりゃ怠け癖など勝手に治る。会長が呼んでるぜ。ああ、またこいつの始末書だろ。ああ、また派手に壊しちゃって、おめえメカに恨みでもあるんじゃねえのかい。まさか。はい。なんだこれ。すみません、白バイ派遣の。お、何代目だ。29代目。お、ついに30の大台には乗らなかったな。三部京介、今日の日付をもってテクノポリスへ転属だ。テクノポリス？特装マシン隊ってとこだろう。マシン隊って？とにかく刑事が靴の底を減らして保証を追う時代は終わったんだとよ。リーダーは中央捜査局出身の鳴海五郎という男だ。詳しくは向こうへ行けばわかるわよ。向こうってどこですか？センチネルシティだ。あのセンチネルシティ、ちょっと待ってくださいよ。ま、俺が決めたわけでなし。俺ここの田舎警察の方が性に合ってるしね。お前が貯めているレストランのつけは俺が選別代わりに払っといてやる。すぐ出発しろ。元気でな京介。センチネルシティ。ララララン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 俺は大丈夫よ。危ないとこ行かないもん。ギャングがほっとかないわよ。僕の仲間が4人あの町に回されたの。シャーケ半年で僕は3人の葬式に出席させられたのよ。残りの1人はギャングの仲間になったった。俺はおめえの葬式には出たくねえな。あんがと。でも俺は死なねえよ。任しときついてね。男だあいつの。けっ、ただでさえ気が進まねえのに縁起でもねえことやって。それを誰のせいにできるならば楽さ。まるでソドムの街、人の乾き方、胸と胸は荒れて愛は妻の軽さ。あとは滅びる日を待ってみるばかり。こんな夜はどこで何をしてるあいつ。今にして思うのさ、空からいつか
ください。完成後はここセンチネルシティの新名所になるだろうと話題になっているアイランド銀行の建物が今まさに市民の前に姿を見せようとしています。最大の興味は何といっても全ての面においてこれぞ銀行のあるべき最終の姿だと言われるその建物です。一体どんなものでしょうか。あ、始まるようです。センチネルシティの皆さん、日頃私どもの銀行をご利用いただき心から感謝いたしております。さて、当銀行は装いも新たに再び皆様方にご利用いただくことになりました。ご覧ください。過去、私どもの銀行は何度か銀行強盗の被害に遭いました。そのことから得た教訓は、金庫をできる限り人目に触れないようにしてきた。それがそもそもの間違いであり、狙われる原因だったということです。でも、これでもう安心です。どれだけ安心か、テレビ局の方にテストしていただきましょう。では、どうぞ。すごい、ピストルの弾ぐらいでは傷一つつきません。なんという強さでしょう。これでは銀行強盗はこの世から消えざるを得ません。お待ちください。まだ実験が残っているようです。こいつ、乱暴しないから早く出せよ。出せってんだよ。そこ違うの、もっと左。あ、これか。出た。旦那、直すにはちょっと時間かかりますぜ。急いでんだよ、手短にやってくれねえか。ガソリン満タン。ガソリンポストは月当たりの隅です。おっとっとっと、余計なことかもしれませんが、水素燃料のハイドロ90に切り替えた方がお得です。うるせえ。えい、満タン頼むぜ。毎度アンガードボイルヤシです。よう、センチネルシティに行くのかい。乗っけてってくれねえか。怪しいもんじゃないぜ。これ、この通り。旦那、これ3時間は。あ、旦那、そのうち取りに来る。修理代はテクノポリスへ回してくれ。じゃ頼むぜ。頼むよ。こんなところで五度量拾ったね。テクノポリスってのは大所帯らしいな。あんたも赴任の途中かい。俺は高坂、高坂カオル。え、カオルちゃん。ちゃんなったらよしてくれ。かわいいじゃないの。名前の方は忘れてくれ。ねえ、あんたも突然転属を言い渡された口じゃないの。あっぱれわかんねえよ、なんで選ばれたのか。ほんとほんと、俺たちに目をつけるとはどんなやつかね。
長、おはようございます。まだ来とらんのか、誰も。部長、アーニー通りのアイランド銀行が襲われました。聞いたからすっ飛んできたんだ。なんてこった。よりによってテクノポリス特捜マシン隊発足の日に銀行が襲われるとは。この手のメカを使った犯罪に備えて作られたテクノポリスだってのに。何かおっしゃいました、部長。綾部君、このコーヒーもっとうまくならんのか。くそ。どちらへ。待っておれん。一人で現場へ行ってくる。おはようございます。挨拶はいらねえ、黙ってついてこい。センチネルシティに入る有名な吊り橋か。地獄の入り口ってどこだ。なんでもやたら派手なビルだって話だがね、テクノポリス本部ってのは。おまわりさんがおまわりさんに道を聞くってのもアホだしな。今のはあの野郎、俺の車を。もう逃がしてたまるかってんだ。おお、なんだなんだ、このバカでっけえ車よ。早く乗り移らんか、気をつけ。あ、そちら様は。テクノポリスの鳴海部長です。あ、これどうも、はじめまして、ミブです。高坂顔、やってっす。堅苦しいのは抜きだ。京介、こっちへ来い。はい。お、車頼んだよ、カオルちゃん。なに、おい、ちょっと待て。ああ、ちょいっとお邪魔様、お嬢さん。エレナって呼んでちょうだい、あたしもお仲間よ。あのくらいじゃ死なん、ほっとけ。俺の車、あんなポンコツなんだってんだ。ポンコツじゃないっしょ。それを言うんだったら年代物って言ってくださいよ。うるさい。あんなおもちゃ後で買ってやる。ほんと、部長、運転うまい。来た、あいつだ。13番ゲートまであと14分だ。そこから降りて30分でエアポートに。飛行機のやつ逃げてなきゃいいけどよ。予定より7分20秒も早いんだ。さすがにナビゲーター上がりだって立派なもんだ。ところで、あのバケモンオープンか、さっきから目障りだな。一発かましてやっか。洗車部屋上がりに行っても始まらんがな、弾の打ちすぎには注意しろ。へへ、一発で仕留めるさ。お前やるな。おい高木、遅いぞ。すいません。あのトレーラーを叩き潰すんだ。ブレーダー。ブレーダー、了解。よく見とけよ。今日からお前たちの仲間になるテクロイドだ。テクロイド。
つは。古田さん、やりますね。重そうな強化服着ちゃって。ところで犯人は？あっち。え、逃げたの？そいつにはまだ犯人逮捕のノウハウは仕込んじゃいねえ。は？どういうことです？テクロイドは生まれたての赤ん坊みたいなもんだ。それを一人前に教育するのがお前たちだ。あの、ひょっとしてこのブレーダーさん、人間じゃないのよね？見りゃわかるだろう、ロボットだ。やっぱり、俺メカに弱いんだよね。おい、ブレーダー、これがお前の相棒のミブ・キョウスケだ。ご挨拶しな。ボス、相棒。おっ、荒っぽい赤ん坊だぜ。まだ手加減が分かってないのよ。さあ、あとは市警察に任せて引き上げるぞ。キョウスケ、帰りに約束通りローダス7買ってやるよ。はっ、ほんとですか？チェッ、おもちゃじゃねえすかこれ。やい、俺のローダス7返せ。バカ野郎、俺だって被害者だ。見てみろお前。はあ、またまた俺のローダス7を。ロボット犬のテクドックトムよ。トム、キヨスケに謝りなさい。キヨスケすまに、キヨスケすまに。ちゃんで、バカ。キヨスケに高坂、仲間を紹介しよう。京介とコンビを組むブレーダーだ。そしてこれがエルナと組むスキャニ。最後は高坂とコンビを組むビゴラス。この3体のテクロイドとお前たちがコンビを組んで、このセンチネルシティで起きる凶悪犯罪に立ち向かってもらうことになる。しっかり頑張ってくれ。俺帰りたい。今回の作戦目標はこれだ。これは次期戦略戦車 ABT-99A、 通称テムジンですな。そうだ、しかし局長、このテムジンについては銀星工業に潜入している情報員から極秘のマニュアルを手に入れて本部へ送ったはずですが。あのマニュアルには重大な空白部分のあることが判明した。ただコマンド2システムとしか記されていない。それが何なのか、我が国の防衛のためどうしても知りたいというのが国家安全保障会議の結論なのだ。コマンド2、まだ我々のアンテナには引っかかってない。したがって今回の作戦は多少強引な手段を取る。テムジンを奪取する。決行する者の人選は任せるが、金だけで動く人間に限る。最後は消すのだから。ただしメカには強いものでなくてはならん。ミブさん、おはようございます。はい、おはよう。高木くんはメカが好きらしいな。大好きです。僕も早くミブさんたちのようにテクロイドとチームを組みたいんです。だから僕、テクノポリスに志願したんです。かー、志願で来るようなバカもいる。え？あ、いや、後で後悔するって言ったの。おい、クレダ、分かった？わかった。ゴー。あ、おい、早くワイヤー引けよ。ワイヤー引く。あ、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 あ
これはな、知恵の輪ってんだ。お前はな、コンピューターの容量が小さいから、おのおが弱いそうだ。そこでだ、これで訓練すれば、少しは頭も良くなるし、口も聞けるようになる。やってみな。どれ？ん？お前さんにはまだ無理だったかな？ん？ダメだこれ。チェックメイト。あなたね、人様に愛されようと思ったらたまには負けるものよ。愛される、スキャニーのデータでは意味不明。エレナちゃん、今晩お暇？おあいにくさま。あ、残念でした。僕も宿直なの。エレナちゃん、今晩お暇？いいわよ。てめえ、そういうことだけはちゃんと覚えんだな、ったくも。残念でした、おあいにくさま。ああ、もうくたびれるよ、おめえと付き合うの。だぜこりゃ。どこの国だって欲しがるわけよ、金に糸目をつけずにな。まもなく FX504 に差し替わる、異常ないか？はい、異常ありません。ああ、そろそろだぜ。よし、いいだろう、やれ。兄ちゃんや悪気やないんだ、命まで取りゃしないよ。センチネルシティ用に IQ170 地点へ向かいな。輸送機307、コースが外れてる、戻せ。ごまかして返事してやんなよ。何年やってんだバカ。オートパイロットに異常あり、コース維持できません。隊長、メーデーシグナル。何？ハイジャック。輸送機307、パーチに正体を明かし、こちらの指示に従い、さもなくは撃墜する。くそう、おとなしか。よし、威嚇射撃だ。チッ、撃ち上がったぜ。なに、ただの脅しさ。お兄ちゃんよ、構わねえ。ヘリを振り切るんだ。ランクに対処し、このままでは追いつけません。やむを得ん。前機に次ぐ対空ミサイル発射。ミサイルだ。ミサイル。何？計算外だ。脱出準備、フルパワー。うわー、バンクより隊長機、レムジーが脱出しました。しかし、
パラシュートだ、パラシュート。うるせえな、わかってるよ。こっちからまだ慣れてねえんだよ。これかな、これ。ああ、助けてくれ。手目順はセンチネルシティ郊外に降下、市警察の出動を願います。パトカー、ずいぶん集まってきたもんだ。よ、なんて言ってきたんだ。今解読してんだ。出たぞ。17時にディーフ島へ輸送潜水艦を開港する。全力を挙げてテムジンを搬送されんことを望むか。へえ、水くせえな。半日も待たせんのかよ、水の中でよ。キャスケ、事件発生。仕事よ、仕事。京介、起きろ、起きろってば。お先にどうぞ。ダメ。三部京介くん。はい。おはようございます、綾部さん。ふん、出番ですよ。吹雪さんと一緒に中央公園急行してね。ハイジャックされた新型戦車テムジンが中央公園に降りたらしいのよ。戦車がハイジャック？そうです、行けばわかります。はい。木場の小坂さんにも連絡を入れておきます。了解。エレナちゃん、行きますよ。これだもんね。ただいまより交通規制を実施します。上り車線の車はご注意ください。発進。意外と古臭いんでねえの。そうね。よう、何やってんだクライム。よし、これで終わった。何？テムジンのコンピューターにセンチネルシティの地図を覚え込ませていたんだ。するとどうなんだい？俺たちがどこを走っていてもディーフ島までの最短コースを教えてくれるんだよ。寄り道してもか。ああ。やるか。よし、やってやろう。現在のところ異常なし。ん？動いた。本部、本部、戦車が動き出しました。トン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 トロンドンドロンドトロトトン
トン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 。お願います。郷坂さん、部長、郷坂さんと連絡取れません。しょうがねえやつだ。京介、聞こえるか。なかなかいい声ですよ。戦車が動き出した。市街地に入る前に肩をつけろ。了解。戦車はどのあたりへ向かっていますか。大阪の居候してる家の方向だ。了解。テムジンは計9ポイントのバリケードを突破し、ダウンタウンへ向かっています。高木君が追跡中。京介、テムジンはダウンタウンへ向かっている。了解。あれ？どこに行ったんだ？困ったな、どうしよう。ミブさん、戦車消えちまいました。消えた？どうなってんだ。これじゃ先行けないぜ。ブレダー、探してこい。何を探しますか。戦車だよ。お前何様のつもりでそこに座ってんだよ。ブレーダー様のつもりです。わかったわかった、戦車を探してこい。ゴー。おー、奴らまだ気がついてねえな。そうらしいぜ。ねえミッチ、こんなところに特殊車両の駐車許可を降りてった？ううん、うん、しょうがないわね、こんなところに勝手に止めて。行きましょう。おい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 、あ、なんだありゃ。そうな、ぐずぐずしてねえで俺たちも行こうぜ。さてと、近道はあれだ。あ、部長、戦車が地下鉄路線に入り込みました。よし、地下鉄路線図を出してくれ。地下鉄指令室より連絡、テムジンはアーニー通り方向へ向かっています。アーニー通り？何を狙ってやがんだ、あの化け物は。何考えてるの。アーニー通りって名前だけど、どっかで聞いた覚えがある。なんだ、それならこの間の銀行強盗のあったところよ。そうだ、そこだ。テムジンはアイランド銀行へ向かったんだ。おい京介、どうしてアイランド銀行なんだよ。俺のカンピューターさ。相当に乱暴な推理ね。京介の頭じゃデータ処理はどうなってんの。俺はね、こいつで生き延びてこれたらさ。まあ、君どうしたの。僕はぐれちゃったの。お母さんとゴツゴツした大きいの。パパのことかわいそう。パパ、うん、僕のパパもゴツゴツして大きいんだよ。とっても強いんだ。強い。ブレーダー、何してんだ。僕、何もしてないの。ミブさん、迷子のブレーダーを発見しました。なんだと。あの取り木作りの赤ん坊め、一体どこをハイハイしてやったんだ。高木、ブレーダーを拾ってアイランド銀行へ向かうんだ。了解。
様、センチネルシティの市民の皆様、ご安心ください。市民の敵スーパーウェポン超超新型戦車は今や地下鉄内に閉じ込められ身動きできません。犯人逮捕事件解決はもはや時間の問題となりました。どうかそれまで私どもの輝くベルトルテイトチャンネルをお待ちになりませんよう心からお願いいたします。ミブさん、テムジンはアイランド銀行に突入しました。勘が当たったわね、キョウスケ。なに、本部の送ってくれた容疑者リストの中にこの前の犯人がいたのさ。次はどうなる、キョウスケ。俺のコンピューターは気まぐれなんでね。どういうこと？いつも動くとは限らねえんだよ。まあ、キョウスケ、付近の車は全て排除した。被害が大きくならないうちに何とかしろ。いいな。任しとけ。アホ、任しとけねえから苦労してんだ。部長、お客様ですわ。うん、第一空挺師団のハミルトン准将である。ナルミです。ポリスにもこんなところがあったのか。なるほど。准将、一体何の要件ですか。 ABT-99A は警察の手に負えん。攻撃ヘリを出動させた。1時間後に到着する。何？ふざけんじゃねえ。センチネルシティを戦場にするつもりか。軍の問題は軍が処理する。処理する？知られちゃ困るってわけだな。テムジンの性能を。軍の最高機密は断固として守り抜く。市民を巻き添えにしてもか。攻撃ヘリを引き上げてもらおう。私の一存では決められん。国防省に申し入れたまえ。キョウスケ、ブレーダーとビグラスをスカイパックで先回りさせてテムジンを止めろ。やったね、さすがテムジン様だぜ。次はどこやろう。調子に乗るんじゃねえ。時間まで逃げまくるんだよ。あいつはこの間のロボットだ。これ相手が悪いね。なーに、今度は新型戦車に乗ってるんだ。一発でお釈迦にしてやる。何やってんだ、下手くそ。あのボシールはレーザーガンに何か引っ掛けやがって。何か取り付いたぜ。あれなんで。おお、すげえや。テムジンのやつ酔っ払ってやがる。甘みじゃねえんだから我慢しろ。イゴラス、よくやった。もう少し我慢してくれよ。スキャニーどう？反応は？開けられる。出てこい。御用だ、神妙にしろ。
無駄な抵抗はやめた方がいいよ。抵抗するぞ。やんだな。やるか。おうさ。せい。もっと。わあ。おれ。どうもどうも。いやー、すっきりしたな。まったくだ。お疲れ様。中を調べるわ。私の専門だから。イゴラス、よく我慢したな。よくやった。いいことだ。いやそうですね、2、3日経たないと嬉しさも湧いてこないでしょう。本部どうぞ。こちら本部だ。テムジンと犯人2人を逮捕しました。どうぞ。ご苦労、よくやった。犯人は市警察へ引き渡し、テムジンはこっちへ運んでくれ。了解。徹底して分解調査する。テムジンは軍の者だ、引き渡してもらおう。私の一存では決められん。国家公安委員会に申し入れたまえ。この石頭が。ああ、どうやらお迎えが来たようだ。しかし改造トレーラーの次はテムジンで銀行強盗とは全く人騒がせなメカマニアだぜ。そんなんじゃ。全く申し訳ねえこって。コアを回収しろ。スキャニーを修理してきます。行け。Oh!
体どうしたってんだ。ブレーダー、テムジンを追え。了解。絶対に見失うんじゃねえぞ。いいか。ねえミッチ、あそこで事故みたいよ。そうね、行ってみましょうか。京介、一体どういうことだ。僕にも分かりません。大方テムジンの操作をミスったんだろう。エレナはそんな暇はやらねえ。部長、修理中のスキャニーからテムジンに関するデータを取り出しました。その中に詳細不明のコマンド2システムなるものが記録されています。何、コマンド2。ハミルトン住所、教えていただこう。テムジンの処理はやはり警察には無理でした。まあとは我々に任したまえ。俺が知りたいのはテムジンが勝手に動き出したこととコマンド2の関係だ。断る。私の部下が一人閉じ込められている。国全体の利益と安全を守るために機密を教えるわけにはいかん。なんだと、一人の命を見殺しにしてそれで国は安全だと言えるのか。私は議論をしに来たのではない。おっと、あと15分で攻撃隊が到着する時間だ。それでは失礼する。お待ちなさい。どうするつもりだ。軍は義務を果たすために存在する。綾部君、エレナとは連絡がつかんのか。ダメです。テムジンが完全にガードして電波をシールドしています。京介、京介、音を願います。ダメだ。これもダメだ。センチネル指定より入電。テムジンが再び動き出しました。テムジンが、スクラッチとクライムは逮捕されたのではなかったのか。そのようですが。コマンド2に関係があるかもしれん。艦長、予定通りディーフ島へ向かってくれ。わかりました。エンジン始動、予言微速前進、コース104。仕方ねえだろ。そんなことよりもっとスピード出ねえのかよ。うるさいわね。乗せてあげただけでもありがたいと思いなさいよ。だいたい屋根の上にあんな化け物乗っけて速く走れるわけないでしょ。そら言える。引けねえ。軍の攻撃ヘリが追出ました。こりゃいくらテムジンでもおしまいだ。攻撃ヘリが出動してます。分かってる。すぐ注意させてください。エレナの命が危ないんだ。もう遅い。そんなバカな。あんたテクノポリスの部長だろ。偉そうに怒られなきゃ脳じゃねえだろ。なんとかしろよ、テクノボ。エレナ見殺しにするつもりか。スキャニーの修理は終わったか。あと20分で完了します。少々のガタつきは我慢する。直ちにスカイパックに乗せろ。はい。お出かけですか。俺もボヤボヤできん。何かしら。攻撃ヘリコプター。冗談じゃないわよ。私が乗ったのよ。We'll be right back.
戦車マズルス。まだ動かすとか。ああ、これならなんとかなりますぜ。よし、ブレダー、おいブレダー、聞こえるか、返事しろ。幹部良好。よし、追跡を続けろ。俺たちは地上から追っかける。了解。向かってるみたい。238.12 35.06、 これは地図の座標だわ。ここはリフトじゃない。こんなところへ向かってどうするつもりなの。どちらへ。ああ、勝手には。何をするんだ。テクノポリスの鳴海だ。テクノポリス。テムジンの無人制御システム、コマンド2について全ての資料をいただきたい。困ります。軍の機密事項を収めてありますので。別に押収するわけではない。それでもいけません。出て行ってください。うるさい。ぐずぐず抜かすなら公務執行妨害狂気準備集合罪で逮捕するぞ。新型兵器の開発なんてそんなもんだろう。文句あるか。スケアに調べろ。今度こそ決着をつけてやるぜ。テムジンが出てくるぞ。この先の十字路で降ろしてくれ。いよいよだな。どうして、どうして。うるせえな、もうこっちら忙しいんだよ。バッケ野郎、テムジンの秘密が分かったんだ。なんだって。本当ですか、親さん。いいか、テムジンはロボット戦車だ。コマンド2といって中性子爆弾の攻撃を受け、
中の人間が死亡した場合に作動するようにできている。それじゃ俺たちがハイジャッカーたちを外に連れ出したんで、テムジンは乗員が死んだと判断してコマンド2を作動させたんだ。そういうことだ。それからよく聞け、テムジンは手砲弾を撃ち尽くすと60秒後に自爆するぞ。じゃあエレナは、テムジンの砲塔後部のスイッチを3254スターデルタの順で操作すると、中の人間は脱出シートで飛び出す。脱出シート、まるで戦闘機じゃねえか。まあ空軍の戦車だから、軍の方は俺が抑える。テムジンに発砲させないようにして飛び乗る方法を考えろ。任しとけ。待ってた。おー、突っ込め。どんなめちゃくちゃな死ぬのいや、並べば撃たれねえ。何年やってんだバカ。ご冗談ばっかし。テムジンの注意をそらしてくれ。了解。弾を撃たせるんじゃねえぞ。了解。今だ、俺撃つぞ。どうだ。ミサイルだ。逃げろ。間に合わなかったか。くそ、あのハゲ親父め、何が軍は俺に任せろだ。おい、京介。動いてる。生きてるぞ。テムジンがまた動き出しました。なんだと。よし、攻撃連に伝えろ。あ、直ちに攻撃命令を出します。テムジンになかなかやりおるもん。テムジンのやつデパートに逃げ込みやがった。よし、行こうぜ。15階にテムジン発見。ミサイル発射。そうですか、軍は悲観というわけですな。分かったらそのヘンテコリンなヘリをどけろ。あのヘリのコンピューターにはコマンド2の情報が全てインプットされている。乗員が死んでも戦い続ける無人戦闘システム。
無制限の敵意だけに凝り固まった悪魔の兵器テムジン。機械は人類にとって最良の友かもしれんが、馬鹿にすると怒り狂うことだってあるんだ。このわしにお説教する気かね。コマンド2に関する全ての情報を公開する。順将、あなたがバラしたことにしてもいいんだぜ。くっ、テムジン攻撃を中止して全機引き上げだ。あ、どうやらお分かり願えたようですな。お、ヘリが戻ってくる。おやさんが軍を抑えたんだ。戦車なんてひっくり返っちまえばただの鉄くずだな。エレナ、無事でいてくれ。京介、京介ね。生きてるぜ。そうだわ、コンソールのアンテナを直結すればいくら電波妨害だって。こちらはエレナよ。京介、京介、聞こえる？よく無事だったな、エレナ。テムジンが守ってくれたわ。よく言うぜ。あら、本当よ。テムジンはどっかのおまわりさんよりよっぽど勘がいいみたい。こいつ、テムジンは四方弾を撃ち尽くすと60秒後に自爆するところだったんだぞ。本当？弾はあと10発しか残ってなかったのよ。ほら見ろ。京介、京介、テムジンはどうした？俺の足元でひっくり返っておねんねしてますよ。そうか、間に合ったんだな。部長、お久しぶりです。おお、エレナ、無事だったか。それにしてもテムジンのやつはどこへ行くつもりだったんだ？テムジンはリフトへ向かってたわ。何？どういうことなんだ、エレナ。スクリーンの表示解読したの。テムジンはずっとリフトへ向かっていたわ。考えがある。任しとけ。ブレーダー、ゴー。ゴー。部長、部長、テムジンはあと9発で自爆します。全ては俺たちに任せて、軍も死警察も手を出さないように頼みます。よし、分かった。存分にやれ。だが無茶して死ぬなよ、京介。部長、俺は不死身です。任しとけ。そして一日は去りげない一日。俺の旅立ちさえ知らずに続くだろう。時の泣き弔うように、バラ色に燃える空、夕焼けが振り返れば愛しい街、若さのまま激しく愛した。
狂いがなければ丸腰の人間相手には発砲はしないはずだ。絶対に。着いたのね、京介。どういうつもりなの。俺の勘が勝つか、テムジンが勝つか。なら撃ってみよう。M 人を収納しました。格納塔内排水せよ。了解。これで無事作戦終了ですな。おめでとうございます。ありがとう。E401 の勇敢な行動に心から感謝します。あとは中の警官を処分するだけですな。うん。艦長、格納塔排水完了しました。よろしい。水兵を10名ばかり格納塔に向かわせろ。どれ、私もテムジンを拝見するとしよう。安心して眠っちまったのか。お前は撃つな。この戦車は狂ってる。攻撃されれば撃ち返すぞ。そんな手に乗ると思うのか。どうやらお前が黒幕らしいな。どこの誰だか知らねえが逮捕する。もたもたするな。片付けろ。はっ。
なんだあの化け物は。無礼だ京介。来るなって言っただろ。帰った方がいいか。しゃれ、こうなったらこの潜水艦二人で乗ってろぜ。任しとき。捕まえろ。おう、ブレード。テムジンが目を覚ました。お、なんだ。発砲しました。あと5発。艦長、エンジンに進出してます。メインタンクブロー。あいつにも言ってやってくれよ。ブレーダー、エレナちゃん、ありがとう。ブレーダー、礼を言うならこいつにも言ってやれよ。任しとき。テムジンは、ヤツにとっちゃ周りがみんな敵だったんだからな。さよなら、エムジ。おい、生きとるか。生きてるぞ、カールちゃん。あ、部長さん。ジョニーちゃん。粋なフェスタの日々、それもいいけれど、あの人信じられたものはどこに行った。ずれた地軸のよう、何か違うのさ。こんな夜はやけに、ああ